はい、どうもこんにちは、ノアです。今回はですね、まあ、1枚買うなら、これっていうカードをね、10枚ご紹介していきたいと思います。で、まあね、セットでやっぱ強いカードって、まあ、いろいろあるじゃないですか。で、例えば、アイオストリオ。はい、これね、アイオストリオに関してはもう、1枚、でもまあ、もちろん強いには強いんだけど、まあ、3枚揃ってなんぼみたいなカードじゃないですか。で、あとは SH コンビのね、まあ、ピッコロ&ご飯とか、あとはま、特定のデッキね、もう気力下げ下げデッキとか、でそういうんじゃなくて、もう1枚とりあえずあれば、まあ、安心感のあるような、カードだしですね。まあ、ちょっとね、今回はね、こちらにスポットライトを当ててみました。でね、もちろん全部のカードが買えるんだったら、まあ、それは一番いいんだけど、まあね、やっぱりそういう人ばっかりでもないし、ドラヒのカードってもう1枚1枚がやっぱ高いんで、まあ本当にそのガチゴチのデッキね、作ろうと思ったらね、その何枚もかかっちゃうんでね。まあ今回ね、1枚でも機能するようなね、カードたち10選。こちらをね、ランキング形式、10位から、1位まで、これからね、ご紹介していきたいと思います。それでは、ご覧ください。はい、それで1枚のカードはこちらです。ウルトラゴッドミッションの3段 UR、孫悟空 GT、かっこ大人。こちらバトル開始時、自分チーム全員のチャージインパクトのスピードが初期値に戻り、チャージインパクトのスピード回復効果を無効にする。またアタッカーにしたらラウンド終了時、仲間アタッカー全員の気力を回復し、パワー100名は仲間のパワーを3000にする永続というね、効果を持っています。はい、この悟空のいいところなんですが、まずは CI 安定化だね。まあ、これがかかることによって、早いチャージインパクトが苦手な人にも非常に向いている1枚で、これがあるだけでもほとんども最速にはならないです。で、パワーをね3000に、することができるんですけど、これもねパワーマイナスとかをね元に戻せたりとかするので、まあ、人造アビリティ、相手がね1ラウンド目の発動してきても怖くないし、アイオスのキーストドロックとかもね、10万パワーダウンだと思うんですが、そこら辺もね全部3000にね戻すことができます。さらには、記録をね1本これ回復できるんですが、やはり終了時の、ね、記録回復が非常に優秀で、これそのラウンドで結構ね記録を下げられたりとか、暗黒四天王で、ね、記録下げられた後でも、その下げられ切った後に記録をね1本回復するんで、まあ記録保証という意味ではやはり次のラウンドの、先行がね、取りやすかったりだとか、しますし、四天王暗黒四天王で記録1本回復が、狙えますので、これでもね記録回復すると、合計でね2ラウンドの終了時には記録が2本は確実に残っている状態になります。で、暗黒シェンロンじゃなくて、シェンロン効果も強くてですね、エナジープラス2とチャージインパ、必殺技の与えるダメージが永続に2倍になるという点です。これがかなりね火力を出せるようになるので、まあ、結構ねこのカーダクシャミリティも強いと。で、ユニットは正直言って使い道はないんですが、まあ、この悟空はもう置いとくだけでとりあえずはね戦えちゃうので、やはり1枚で機能するカードというふうになると、これまずね1枚目にご紹介させていただきました。はい、2枚目のカードはこちら、ビッグバンミッション12のアルティメットラのフュー少年期になります。こちらのカード結構最近でね、見かけるカードなんですけど、これ何が強いかっていうと、まずサポーターに下げるだけで敵全員のね必殺技を封印できるんですよ。でそれに加えてエナジー7以上でカードアクション、タッチアクションを封印するっていうことなんで、もうこれね決まった時に相手火力が本当に出せなくなって、まあ、実質ダメージ食らうのが、まあ、気弾打撃で固定ダメージの3項だけになるんですよね。で時の鍵合わさったとしても3000固定でしょ、まあ1万も絶対削れないですよね、そうなるとね。っていうところでめちゃくちゃな耐久力を発揮します。でこのフュー少年期の最大の使い方としては、シェンロンのお願いアプリだね、あれが今の環境でルーレットのイベントでね取れるんですけど、あれが敵アタッカーかけるエナジー1個アップなんですけど、これ作戦決定前に発動しますので、ね、エナジーを相手アタッカーかける1個上げた後にフュー少年期が発動すると、例えば相手アタッカー5人だとしたらね、まあ、自分チームのエナジーが2個あれば、まあ、7個になりますので、これね下の効果も発動するような、コンボになってます。これがねすごい強くて、もうね2ラウンド目で守るっていう風になったら、もうこのコンボはマジで1回試してみてほしいですね。なのでね、シェンロンのお願いアプリって今の環境すごい強くて、あれエナジーアップ封印のベジットゼノでも止まらないんですよ。あれ自分もね試したんですけど、ベジットゼノのエナジーアップ封印がかかってる状態でもね、アビリティによるエナジーアップじゃないので、シェンロンのお願いアプリでエナジーが補給されます。
というところでエナジーアップ封印がね止める術がマジでなくて、まあ、本当に嫌だったらアタッカー一体出しとかしかねなくなっちゃうんですが、それもそれでね火力出せなくなるんでね、まあ、非常にやらしい1枚だと思いました。はい、3枚目のカードはこちら、今段のアルティメットレア国威の戦士スーパーサイズ3になります。さあこちらなんですが、先ほどのね、フューと似てまして、まあ、サポーターに下げるとね防御効果を発動するというようなカードになってるんですが、こちらの国威の戦士は、サポーターにしたラウンドの、戦闘力バトル終了時ですね、敵チーム、自分チーム全員のパワーを永続で2倍にし、このラウンドのダメージ倍増効果を無効にしますと。さらに敵チームの全員のパワーをこのラウンドで1000に抑えることができます。なのでですね、この国威の戦士はまあ守りながら、まあ、攻めに転じることが、できて、まさに攻守一体というような、ねカードですね。でこの国威ってまあ厳密にどっちで、ね、使ったら強いのかっていうふうになったら、もちろん自分チームの倍増を消してパワー2倍に、なるんですが、1ラウンドとかで下げてもね、この国威の戦士ってまあ敵のパワー1000に抑えて守れますし、なんなら自分チーム全員の、ね、パワー2倍は永続でかかりますので、2ラウンド目もね、パワーが2倍の状態が作れます。なのでね、まあ、適当に1ラウンドで国威の戦士下げておいても全然いいんですよ。で2ラウンドで下げる状況で言うと、まあそうですね、普通に極炎のゴッドメテル打たれた時とか、極炎悟空が、いた時にね2ラウンド目で下げると、極炎を無効化できますので優秀な火消し要因になります。でもう一つ優れている点が、アイオスのね時の牢獄、そして転身のチャンスのベジットですね、この2枚の効果がパワー100未満のね効果時に発動する効果になりますので、パワーをね1000にしてしまえばその発動無効化することが、できます。という意味でもね、本当に相手のね、時の牢獄もうざいじゃないですか、ミラクル封じられてね。で転身ベジットの必殺封印とパワーマイナス5000、ガードマイナス5000、これも発動させられなくするっていうところで、非常にね火消し以外でも優れた、1枚になってます。はい、続きましてこちらです。はい、ウルトラゴッドミッション1段アルティメット。はい、続きましてこちら、ウルトラゴッドミッション1段シークレットレアの孫悟空&ベジータチェンジスイッチですね。はい、こちらのカードを最近自分もめちゃくちゃ使ってます。身勝手の構えは、作戦決定時に仲間のね、記録の低い3人の記録をね1本ずつ回復するので、まあ、3人のね記録を補給しつつ、さらに自分がアタッカーの時は気絶無効になりながら、自分よりも低いガードをね仲間アタッカーは敵に狙われなくなるという身代わり効果を持ってます。やはりこの身代わりっていうのがすごい強くて、この悟空は特に気絶無効もつきますので、もう本当に自分チーム全員がね、気絶しなくなるような、状態が作れますので、ほとんど気絶というね、概念がなくなりますと。さらに自分が攻撃を受けるときはダメージをね、1000以下に抑えることができるというところで、流星悟空のね若干介護感みたいな効果を持ってます。でこの1回でも1000人できるのがすごい強くて、今の環境ベジットブルーのシークレットとか、やっぱり人造アバターですね、あそこら辺の必殺の火力が怖いと。なんですがこの悟空がいればエリート連携じゃないですか、それって。なのでエリート連携のね攻撃をこのね1000ダメージ制限で抑えれば、いかなるね超火力を持つベジットですらも無力というところで、環境にも非常に合った効果なのかなと思います。さらにはまあこの悟空ね、まあ、1枚でももちろん機能するんですが、まあ、流星悟空とかをねお持ちだったりとか、これから買う予定があるという場合でも非常にね相性のいい1枚になりますので、まず持っておいて損はないですね。で王子の見極めもこれねバカにならないぐらい強くて、敵チームのヒーローエナジーより必殺技の必要エナジーが高い敵アタッカーの技を封印すると。でこれまあどういうことかっていうと、まあ、一言で言うと技震撼対策ですね。これをねベジータにかけることによってチェンジねすることによって、技震撼でね指パッチンされたとしても相手のエナジーがねなければ、技震撼の必殺確定が無力になります。なので必殺封印という意味でワンキル対策ですね、ロックオンワンキル、今の環境ねそこそこいます。これまあ1日20試合やって、まあ、1試合ギリ出てくるかな、まあ、2試合までは出てこないですけど、まあ、たまに来るんですよロックオンワンキルってっていう時にこれがいると本当に心強いですね。さらに守る必要がなくなった時はベジータにチェンジスイッチさせることによって、敵の記録耐性を下げて自分チームの記録ダメージを上げることによって気絶祭りが狙えてしまいます。はい、これはね、敵の記録耐性が下がりますので、暗黒神龍での、ね、気絶が、非常に狙いやすくなりますね。でさらには、普通に必殺技とか、ね、エリート機能当てるだけでもかなり気絶持っていけますので、これプラス人造エリートの記録ダメージアップの、ね、ダブルアタックですね。
あれをやった後にこのベジータにチェンジスイッチさせると、敵の記録耐性がねかなり下がってる状態に自分チームの記録ダメージが上がって、さらに人造でもね、記録ダメージ上がりますので、ほんと刻意がいったところで無関係で、記録ダメージで気絶に持っていくことができますと。はい、でチェンジスイッチときたらこちらチェンジスイッチの悟空＆ジレンです。これもかなり環境で見かける、カードですね。はい、これなんですけど、まず悟空の方は必殺技が発動可能な敵アタッカー人数分自分チームのヒーローエナジーをねアップさせるという作戦決定時のエナジー補給効果を持ちます。でそれにプラスして自分がアタッカーの時に、ね、仲間が攻撃を受ける時、敵連携グループにガード無視の敵がいた場合、その敵全パワー1にするというね、ベニカ面対策が、できます。これ注意してほしいのが、スーパーサイヤ人3悟空ね、あいつもガード無効なんですが、あいつでガード無効にされてたとしても、これねガード無効の、時の、ね、パワー1効果発動しませんので要注意です。これはあくまでもベビートランクスだったりとかベニカメみたいな自身がね貫通で攻撃できるよっていうものに対してのみ効力をね発揮しますので、この悟空がガード無効にされていたら、この効果発動しません。だからねゴジータ BR とか、まあ分かりやすい例で言うとフルブロのロックオンですね、あれもこの悟空がガード無効に、ね、されるだけなんで、そういう場合には一切発動しませんので、注意が必要になります。なんですけどこの悟空はのジレンね、どちらかというと、まあ、ジレンの方が強くて、作戦決定時敵チームが5人以上の時に自分チームの戦闘プラス5000、自分よりパワーが低い敵アタッカー全員のアビリティの固定ダメージアップ効果を無効にし、自分の攻撃時パワーと与えるダメージが永続で2倍になっていきますと、栄養効果ですね。はい、これ非常に今強くて、今の環境ね固定ダメージかなり強いカードいますよね。例えばゴテンクスだったりとか宇宙獣パワーですね、ここら辺の固定ダメージアップ効果をねことごとく無に返すことができるんですが、まあこれもねもちろん条件付きで、自分の方がねそのキャラクターよりもパワーが高くなければならないので、まあ7000ですよね、あじゃあ8500か、8500以下っていう風に限定されちゃうから、相手にパワーを上げられたりこっちのねパワー下げられたりすると、まあちょっとね使い勝手が落ちる点もあるんですが、まあそれを理解していればこっちが逆にねそれを仕掛けてしまえば、よしというところでね、 iOS の10万ダウンとかねそこら辺との相性が非常に良くなってきますね。はい、ここら辺はもう正直に言ってどっちが強いとかってなくて、まあそうだね、やっぱさばきとかでね結構影響してくるので、まあ、結局はやっぱりカードっていうのはね使い方が全てだと、まあ、自分は思ってますので、まあ、賢い使い方を、していきたいなというようなカードになってます。はい、ここで登場しました、我らが BM87UR 英雄国です。さあこの英雄国なんですが、レートが困難になってからね再録された影響でかなり落ちました。こっちがね元祖というか、まあ、本家のね英雄国になるんですが、再録された方でもう2000円ぐらいに、レートね落ちてます。なのでね最強に強くて高かった英雄国も、まあ、今はね、再録の影響でもうねもろに受けてますので、もう暴落してねこっちの本家ですらもう4000円台になっちゃったかな、という感じで、まあね本当使えればいいやっていう方はね再録版のね安い方をおすすめします。正直自分もあっちの方がイラスト好きです。はい、で英雄国なんですが、このカード今の環境でもめちゃくちゃ強いです。正直に言って自分がね嫌いなカードを、嫌いなカードランキング作るとしたらね間違いなく上位に入る1枚ですね。はい、仲間を守る熱き英雄という、ね効果で、敵チームの攻撃時自分を含む仲間アタッカー5人以上の時にそのラウンドの仲間アタッカー全員受けるダメージを 30% 軽減ガードプラス3000、さらにサポーターの場合は気力をね、仲間アタッカー全員1本回復できます。はい、これ文章を見る限りね自分もアタッカーじゃないと軽減とか発動しないはずなんですが、サポーターに置いていてもね記録回復プラス、ガードアップ軽減アップですね、これ全て、発揮されます。はい、なのでぶっ壊れと、呼ばれているゆえんですね。うん、本当に使いやすい、5人なんて簡単にねアタッカー、出せますし、毎回毎回このねガード3000アップと軽減 30% アップがかかると非常に硬いと。でこれのいいところがやはり戦闘力バトル終了時ではなくて、その後のね敵チームの攻撃時というタイミングですね。このタイミングでガードをね3000上げられたり軽減上げられてしまうと、もう本当に対処が難しいとね、異次元からの下も無関係になっちゃうしね。あとはスーパーハーツとかでもガード1にする系のカードって戦闘力バトルの終了時に発動するものが多いんですが、そこら辺をことごとく無効化してね、その後にガードを3000上乗せさせるというね、脅威のスペックを持ちます。
さらに記録回復もこれね、ほんとタイミングが神で、最後のね、敵チームの攻撃時っていうことなんで、まあ、戦闘ごとの終了時に記録を下げられた後でもね、これで記録を解放させることができれば、必ず一本は残るというような感じの仕組みになってます。で、これは記録回復させるタイミングがね、強者領域、強者の領域の後になるんですけど、これはね、前のラウンドの先行後攻だったりとか、そのラウンドの先行後攻一切関係なしに強者領域の後に記録が回復します。これはまあ仕様なのか英雄国特権なのか分かりませんが、とりあえず今はそういうね、仕様になってますので、そこも非常にいいですね。さらにチェンジすると HP、パワー、ガード全てが1万上昇いたします。これね、上昇した後のステータスが素晴らしくて、12,800、13,800、14,200というね、この表面の数値だけで見たらバケモンですよね、これこれね、というところでステータスもね、全部1万上がるのも非常に強くて、やはり3ラウンドで、ね、HP1 万とかアップさせられちゃうと非常に落とすのも難しくなるし、ガードに関してもめちゃくちゃ高いので、これがね、降臨悟空スーパーセージ3のね、悟空でガード無効化される前にね、前にというか、まあ3ラウンドって無効化されてない状態だと思いますので、まあ、それも相手からしたらかなりきついというようなね、かなり高いスペックを持つカードです。今日のノアチャンネルは終わり。また見てね。